和歌山県の情報をお伝えする木の国21テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂ですさて今日は様々な分野で活躍する方をゲストに迎えてお送りする知事と語る智弁学園和歌山高等学校名誉監督の高島人志さんと三坂知事が名称が築く野球王国和歌山をテーマに語り合いますではご覧ください えでは高島さん、新坂知事どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます高島さんは長崎県は後藤列島のご出身で、はいはい、もうご自身ももちろん学生時代野球なさってたわけなんですが、まあ、当時のお話思い出から教えていただけますか。後藤の場合はだいたい中学校卒業すると集団就職で、はい、大阪、東京っちゅうのがもうほとんどだったんですよね。ええ、ねね、まあ高校進学、うん するっていうのはっまあ、しては大学となるともうほんまにこう数えるぐらいのそんな感じだったですね、はいまあ、その中でまあ小学校の時のはもう野球とかはなかったんですけども中学校からまあ野球は始めたんですけどねで中学校の先生がですねあの日体大の卒業生で野球じゃなかったんです。 空そのその先生がまあ赴任してきて野球を持ったわけですよ、えー、で道着を着て空手の型をこういろいろやってくれたんですね、はい、もう全員がもうその先生に惚れてもったんですうわってで、えー、僕らが3年生の時にその五島で優勝して長崎の県大会でまた優勝した。はい、はい やっぱり中学校で優勝すると次はどうしても甲子園ってなるもんですからそういうのがあって長崎・海星の方へね親に頼んで無理言って行かせてもらったんですけどね厳しかったですね海星高校は百何十に入って最終的に残ったのは11名マネージャーを入れてもうほかは皆も辞めてですね根性の時代っていいますかね はい、それに耐えれた子がやっぱり残ってましたね。なるほど、はい、そういう思いい思出がありますね、はい、その、まあ、開成高校時代に、えーまあ、野球で全国大会も行かれて、はいまあ、そこで味わった感動というのがまたその先にすごくつながっていくわけですよ、ねはい、僕もあの中学校からずっとピッチャーやってましたんで、えー、高校入ってもうグラウンドの中には入れてもらえないんですよね。もう外ででランンニングあ、はい、でまあ ネットに向かって投げるっていう、そんな繰り返しで、やっぱり。肩を壊したんですよね。今やったら、こう病院行って、治してもらうんですよ。けど。当時は、もう、そんな、型痛い、休んどけって、これで終わりですから。あの、やっぱり、治るわけないんですよね。そんなんもあって。もう、ピッチ諦めて。外野で。まあ、頑張って、まあ、甲子園まで行ったんですけどね。二年生の時ですね。 大きな甲子園で入場行進がありますよね、はい、あの時にやっぱりこう初めてですからね、えー、あの甲子園のそれも何万も入った中でやるっていうのがもうむちゃくちゃゃく感動したんですよね、はあ、もうその時に自分がもう上で野球やっても無理やっていうの分かってましたんでこれやったらもう次は指導者として甲子園に戻っていこうっていうそれはもう心の中で決めてましたね。 でそのためには教師の免許を取って高校に入るっていうのが一番その監督としては近道かなと思ったもんですからねそして先生の免許を取るために大学進学進になるわけですよね、はいはいはい、高校もねその行くのしんどかったですけどね家庭的にはもう自分が分かってますからね家庭のことはでおふくろなんかはやっぱりそれを見せんとこ見せんとことして頑張ってくれたんですけどね、えー その上で、今度大学ですからね、言えないんですよね。気持ちは持っとんですけど、で、まあ。一年間だけ。バイトして。金貯めて、うん、で、その上で。親父と相談して。と、うん、まあ。お袋が自分も働いて助けるからということで、オッケーもらっていったんですけどね。はい。やはり感動がその。監督。 指導者になっていく道を作ったということになりますよね最初は奈良の弁先生として入られるわけなんですがきっかけは何かね罠にはまったような感じなんですけどね当時の智弁学園奈良のですね智弁学園の野球部の監督と日体大の大学の監督が先輩後輩だった高校大学と。 で、その中で、手伝いを欲しいっていうことで。大学の監督へ相談があったらしいんですね。はい、で、大学の監督が僕に目をつけたわけです。で、監督は。いつもやったら、学校に行くのよ、トレパンで行くんですけど、学生服着てこいっていう連絡があって、で、学生服着て学校行ったんです。はい、で、今思えば、当時。あの、李朝がですね、大学へ来て、監督が、お願いします言うたらええね。 よろしくお願いしますって、それが面接やったんですよ。だ <laughs> から、はめられたんです。<laughs> そうだったんですか、はい。で、そんなんで、まあ、智弁、はい、学園に行くようになったんですけどね。なるどはい。まあ、それがなかったら、今がないんでね、ようはめてくれたなと思ってますけどね。<ー>はい、そうだったんです。すごいご縁。ですね。うすはい、もう、それから、奈良で十年。はい。和歌山で三十八年過ぎましたんでね。はい。ですね。はい で最初は奈良でも甲子園に、えー、生徒たちを連れて行きましたが、はいえー、その後昭和55年でしたか、はいね、和歌山の智弁に移ってこられましたよね。それからというもののいろんなことがあったわけですが昭和55年と言いますと、えー、当時美ノ島が春夏連覇をしてすぐの年ですから、はいえー、の島が、ね、4年があの春夏連覇ですからね。年に 来てチームを見た時に同好会ですからねキャッチボールもまともにできないっちゅうのはそんな感じだったんでまあでも奈良もそうですけどやっぱり名門があるわけですよね奈良でいえば天理郡山五世工業って強かった和歌山に来るとまた和歌山の名門があるわけですねあの当時は三ノ島がトップですけどまだまだね桐院紅葉県和賞一高 はいえー、南ベとかいっぱい強い学校があるわけですよね、はい、やっぱりそれを倒さないと甲子園に出れんもんですから、えー、もういろんなことをやっぱ考えましたよね<ー>どうやったら倒せるかなっていう,う、はいまあ、奈良の時にもなんとか天理を倒して最後には甲子園出たんですけどね、えー、でやっぱり和歌山ではこの箕島をなんとか倒さないと、はい、まあ当時自分のチームを見た時にはやっぱりこれは20年かかるなと思いましたね。 そ,うですそれぐらい差があったですね。それを6年でなんとかクリアしてしたんですけどねそうでしたね、はい、いやその当時高校がたくさんいた和歌山の野球王国と言われた時代なんですが知事は何かか思い出ありますか高校野球はもうずっと熱中して見てるんですが、はい、当時も和歌山県って結構強かったと思うんです。 ああの美の島のもっと前の時代ですけどねまあ、次々とこうねあの手話賞が出てきたり、えー、で美ノ島が出てきてそで次へしべんとんか和歌山のなんか誇りみたいな気分になってね、はい、それでずっと応援してて、えー、まあスポーツは何でもいいんですけど野球いいなぁと今でもずっと思ってますね。は<ー>はい いろんな思い出深い試合がここまであると思いますけれども思い出に残っていることなどありましたら教えていただけますかそうですねいっぱいありますけど、えー、やっぱりあの甲子園でこうやったら優勝できるっていうのを教えてもらったような試合があるわけですよね。それがあの初めて選抜で優勝した時の準々決勝ですね。宇和島東、はあ うん、8回終わっって4対でで負けとったんですね、えーえー、これを9回の表にひっくり返して、はい、で同点に追いつかれて延長で勝ったんですね。はい、もう負け取る試合ひっくり返し取るわけですからもうチーム自体が勢いついたるんですね。はい、で次が PL やった、うん、これも破る決勝戦が今度上層これも破ってしまう。うん、なんかもう高校生って こううっと乗っ乗たらもう止めれないんですねでそのまま優勝までいって、うん、あそうかこういうゲームをすると優勝できるんだよなっていうのをこう教えてもらったような感じがしたんですよねそういう面でもう一番やっぱ、はい。こうやったら勝てるっていうところの具体的なものですよね。はい、<laughs> どう,いう、ええ、まあもう終わってますんでね、ええ、言えますけど僕は3つの要素がいると思うんですよ。うん、やっぱり一つはやっぱある程度の実力がないとあかん でそのの次はは運運ですねいうのはやっぱり抽選なんです、はい、やっぱりどこを引くかやっぱ1回戦から優勝校をこう引くとなかなか勝てないですけど、はい、やっぱり甲子園出ると勝てるるチチームが5 6チームムがあるんですよ、はい、でそこをやっぱりね気持ち的にはそこを引いてほしいなるほどで口では違うんですけどね、はい、キャプテンには一番強いとこ引いてこいって言うんですけど<ー>中身は違うんですけどでやっぱり過去7回 決勝まで行ったんですけど、うん、その行っとる好きの一回戦っていうのはやっぱ僕が思っとるチームを引いてきたんですあそうですか、はい、あれはやっぱり不思議ですね<ー>おっしゃーっていう感じで乗っていくんですよねい <laughs>、はい、でもう一つは先ほど言ったように勢いですね、はい、逆転とか、はい、さよならとかうこういうものをやるとやっぱりもうそのまま突っ走ってしまうやっぱり甲子園で優勝するためはやっぱりこの三つがいるなと思うんですけどね はい、実力と運と勢い勢いですね,はね、まあ、最初に挙げられた実力というのはでもすぐにははつくものではありませんよねチームを作っていく上でですね、えー、やっぱり大事なものが僕は3つあると思うんですよ。はい、まず、えー、技術,技術体力精神力、えー、この3つの柱で僕はチームを作るんですね。はい で最初ここ地面に来た時っていうのは技術ダメです、ねえー、精神力もう同好会ですからもうすぐやめるんですね,ね <laughs> 次体力これもないんです、はい、でもこの中で何ができるかって言ったら体力しかなかったんですだから体力づくりをまずしっかりやろうと。<ー>でこの 体力作りをしっかりやるんですけれども中途半端じゃダメやと、うん、和歌山のチームがどこのチームも真似できないような体力作りをやろうと。うんはい、で始めたんです、はい、だからもう予想はついてこれませんもちろん、はいはい、日本一の練習したと思うんですねそうやってそれからだん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 やっぱり上がってくるんですね、はい、走らしたり、えーえー、腹筋背筋とかやらすわけですね。 ブツブツ言うわけですよ。くさ、うん、ーとか言って。はい、でもそうやってやっていくから精神力がまたついていくるんです。くさ、はい、ーくさーっていう。はいはい、でそそれでぶついて今度は技術ですよね。はい、バットも他が真似できるぐらいにやっぱ増やすわけですよ。えー、だん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 上がってくるんです。はい、でその一つだけでも A からっていうやつが違うんです。三つともやっぱぐって上がってきたんですね。はい。だからまあ僕が チームを作る時き思ったことがやっぱりそうやってこう自分がやっていくと上がってきたっていうことですよ。はい。んでチームがやっぱり出来上がっていったんですよね。そうこう人の間にもう少年野球とか中学校頭下げて回ったんですよ。はい。今度奈良から来ました高島です。A、選手だったらお願いします<ー>ってもう毎日回回りました。はい。そ,そこまでやりましたんでね。はい。 あの今指導って難しいというふうに言われますけれども、うん、指導の中で一番気をつけてらっしゃることってどんなことだったんでしょうね。うやっぱりこう技術だけじゃないんですよね、はい、特に高校生はもういろんなことを教えていかなあかんですからね、はい、目標は甲子園なんですけど、はい、目的はやっぱり人間を育てるっていうことなんですね。うん、卒業してから どうなるか、はい、いろんなそのマナーであるとかね、<ー>そういういろんなことをその練習の中でうるさく言うて教えていくっていう、はい、それはもう一番大事にしていることですけどね。<ー>はい、人間を育てる。そうですね。だからホームラン打っても怒るんです。あ<っ>怒ります。ホームランの打ち方が悪かったら怒るんです。うん、例えばあの左バッターが引っ張ってホームラン打ったと、うん、でその 選手を育てていく中で引っ張ったらホームラン打てるっちゅうのは分かっとるわけですよ。はい、で、僕はあえておい引っ張ったら帰るぞっていうわけです、うん、だら彼らはホームラン打ちたいからガーッ引っ張ってホームラン打った。あご苦労さんとパッと帰るあ。あらあし厳しいです、ねはい。約束ですから。そうやって選手を今度は反対方向、はい、ね引っ張ったらライト方向じゃなしレフト方向へ打ちなさいっていうそういう指導をするわけですよ。はい、やっぱり選手をこう 鍛えて上げてやろうもだそういうのが必要になってくるんですよね。そういう中でこう選手と駆け引きしながら育てていったんですけどね。<ー>うん、練習を拝見してますとノックがまたね厳しい。ああそうですねやっぱり <laughs> あのーですよね、監督と選手の対話っていうのはノックですからね。ガーッて打ってそんなもう取れんのか選手が。 取れるところ打てってこういうわけです。確かにそうなんですよ。<laughs> 取れるところとは取れるわけです、はいで。それをやっぱり一生懸命行ったら取れる。はい、ちょっと塗びたら取れないとこへ打つのが技術なの、はい、監督のね。はい。でそうやって少しずつ少しずつ守備範囲を広くしていくわけ。は,<ー>はい。それとあのよく絞るときに百ポンノック二百ポンノックっていうのがあるんです。えー、でうちはありません。あ<っ>。三十ポしか打たない。はい。 右側十五本、左側十五本なんです。で、その二百本のくやる時っていうのはだいたい取れるボールばっかりなんですよ。だから割と時間的にも早いんです。本数は多いですけど、で、千円の場合には一生懸命行ったら取れる。抜いたら取れない。でも三十本なんですよ。数が少ない。だから選手は張り切っていくんです。でも三十本取り終わった時間を見たら二時間経った。どっちが A かっていうことですね。そうですね。はい。 やっぱり二発本の区よりもかなり数は受け取るわけです、うん、考えればいろんなあれがあるんですよね、はい、やり方がね、はい、伸ばし方っていうのがあるんですね和歌山の野球というのはうです、ね、たくさんこう野球王国を築いてくる歴史がありましたよね、ええ、そうですね。和歌山中学校って第一回目から確か14年連続出場してるんですよね、ええ、ある時は 赤山中学海南中学校海南ですね,ね <laughs> いっぺんに4校選抜に出てきたりですねとにかくみんなこう強いのが続々と出てきて頑張るんですね、はい、海荘中学校の志選手なんてすごいのがいたりね、はい、伝説の人たちもいっぱいいますよね、はい、和歌山県っていうのはテレビ和歌山が全試合あの予選から中継してくれるんですね。はい で、これはものすごくいいことでね。残念ながら1回戦で負けるチームだってあるわけですよね。えー、で、少なくともあの地域の人とか家族とかみんな見て応援できるようなね。えーはい、そういう雰囲気を作ってるというのは非常にいいことですよね。うん、和歌山県はあの高野連の加盟校が39校あるんですね。はい、で、実はね。21校が何らかの意味で甲子園に出てる。はい、で、こういう県はね。まあないと思うんですね。そうですね、えー 名勝負がいいっぱいありますよね、うん、今高島監督があの地面の大逆転の話されましたけど、えー、あの他にも大逆転があるし,あしそれから美の島の大逆転であんな話がいっぱいあってこうみんなが野球を楽しみにし,して子どもたちがまたそ,のそれに憧れてねそれでこう育ってきてそれをまた高島監督みたいな方が大事に育ててると。 これは非常にいいことじゃないかなと思うんですね。はい、先ほどノックの話がありましたね。で、ご引退の時の言葉があノックができなくなってきたと言ってあ、なるほどそういうことかっていうのはまあなんかわかりましたね。そのギリギリのところへ飛ばすのが難しくなったっていうことだったんですね。千弁という学校はたくさん取りませんよね、はい、選手は。そうなんですね。それでまあ監督が厳しく鍛えつつも あのこう人間的にちゃんと接してね大事にしますよねでこれはものすごくい,いことやなというふうに私は思いますね、えー、高島さん今のお話を聞きになっていかがですか、はい、最初の頃まあ入ってくるんですけどやめていくで残ったのが二人とかいうのがあったわけですよで野球できるようになりますからね、はい、で当時の理事長はもうそれやったらスポーツコース作ろうやと、はい、でもう表に野球何名って出せっていうことで、はい でまあ、スポーツコースで、えー、いろいろあったんですけど一応10名お<ー>でしかもお県外は2名、うんうん、2> 8名がまあ県内県内やっぱり甲子園に出た時にやっぱりいう、ね、応援してくれないですから、えー、そういうのもあって10名、はい、で10名って甲子園に出れないっていうことはやっぱりそれは監督が悪いと僕はそう思って単価切ったんですよね。ん、はいはい、んまはもうちょっっと欲しかかたたででですけどそれで始めたんでねだから やっぱりこう監督の仕事として辞めさせなきゃいかんです、ね。こ、はい、上級生になったらもう自動的に全部ベンチ入れるんですね。だから彼らも辞めないんですよね。はい。もう頑張ったらベンチ入れる。うん、これはもう地方大会も工事園も同じなんで。えー、そういうやり方をやってきたもんですから、まあまあこうついてきてくれたなあと思うんですけどね。えー、はい。まあそしてマチベンというと逆転のチベン。つまり逆転。はい できる精神力っていうのを養うその手法っていうのは何かおありですか、はい、あのー、まあそんなないと思うんですけどやっぱり絞ることでしょう、ね、やっぱそれぐらい追い込むと <laughs> やっぱり感じの時にグッと燃えるんですよね <laughs> う<ん>例えば3点負け取るとで5回来た「おいお前らあの練習に比べたらこの3点ぐらいどうってことないやろ」ってたガーンいきおうんですよね。 はい、やっぱりそこやと思うんですけどね。だからやっぱりこういかに絞る。まあ、言葉は悪いんですけどね。絞るかっていうことじゃないかと思うんですね。それによって彼らはやっぱり。くそ、くそっていう。そういうものを持っとんですよね。で、ましては甲子園行くと、うちは天国って言うんですよ。はい、なんで天国かいうと、気象もありません。消灯もありません。外出も自由です。 食べ物はええわけ一人一部屋こんなええとこないですよねただ朝飯が何時晩飯が何時これに遅れたら和歌山に帰らせるつまり自分のことは自分でしなさいと翌日のことを考えたら何時に寝るっていうのは自分で決めなさいとこういうことなんですけどねやっぱりそれをやるようになってから勝てるようになったんですよね。ややっっぱぱりり実いうか自分で やっていくというのは大事なことやと思うんですけどねなんて言いますかしつこうに甲子園出るんですね僕和歌山で38年やって35回出てますからそうですねまあその高島さんが、うん、昨年の夏に優退されまして甲子園の中谷監督に引き継がれたわけなんですが中谷さんに託したのはどうしてですか、うん、やっぱり人間性でしょうね彼が現役の時に 当時の理事長と、こう、後釜打れんするとていう時にも、中谷の。っていう、そういう使命があったんですよ。はい、青写真はできとったんですけども、はい、彼はもう。気持ちが変わって、えー、プロ行きたいと。で、阪神一位で行ったもんですから、それがちょっと。なくなったんですよね。はい、はい。僕よりも。そのプロでいろんな経験をしてきとるから、それがこれから。彼の味として。 あの出てくるんじゃないかなと思って期待してますけどね。なるほどねはい。だから僕よりも強いスーツを作るんじゃないかなと思うんですけどね。ああそうですかはい。楽しみですね。いや、こうやって伺ってきました。知事スポーツするってすごくいいことですよねはい、はい。ものすごくいいことですね。はい、こういろいろこう考えると。あのスポーツマンシップって絶対に養われるなと。まあ、高島監督みたいに、あのいい指導者に巡り合えば。という余計ね。 まあそうでなくてもきっとそうなるだろうと。先ほどコンディションとか何か言いながら頑張るっていうね。その好奇心みたいなやつがあるいはファイトっていうのはそれはできると思うんですね。それから、あの特にチームスポーツはね。フォアザチームですからね。あの組織の中でみんなをこう抱えながら、あの協力しながらやっていくっていうことの訓練にはものすごくなると思いますね。<ー>子どもたち、えー、選手はい 育てられた高島監督はやっぱり偉いということで和歌山県平成18年スポーツ栄誉賞ってこれまあ一番偉いあのスポーツの世界の賞なんですけどもらっていただきましたけどねえもうあの心から感謝をしております、はい、高島さん、うんはい、ではですねあのまあテレビをご覧の皆様にも、えー、ぜひあの高島さんから最後にメッセージをいただけたらと思うんですけれどもいかがでしょうか特に指導者ですねやっぱりこう 難しい時代に入ってますんでね。うんと言いながらもやっぱりこう指導者自身がこう謙虚さを持ってこうせ選手と接していけば問題は出てこないと思うんですよね。こうなんていうか偉そうにするからこう問題が出てくるんちゃうかなと思うんですね。やっぱり選手に信頼してもらったらそういうのは出てこないと思うんですけどね。はい、それと言葉によってこう選手を動かすっていいますか。 引きつけるっていうやっぱりそういう言葉の勉強もいろいろとしてほしいなと思うんですけどねど、うん、例えばエラーして帰ってきた時にバーって怒るのかもう終わったことをしゃあないから次のことをパッと話するかによって選手が全然違うんですよねそまた怒られると思って帰ってきた時に別な言葉僕だったら「おいお前のエラーで何点取られた2点かそうか通ー打ったら終わりやな」って言えばやっぱり「えっ?」 おっしゃーって燃えるんですね。なるほど。そういう言葉の使い方を勉強すれば選手はまた乗ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。そしてまたこう試合っていうのは誰のためにするんやっていろいろあると思うんです。はい。親のため、自分のため、学校のため、こういろいろ言うんです選手は。僕はそれは違うってこう言うんです。うん。僕は補欠のために試合せ、うん、なるほど。ね補,補欠がおらんかったらやっぱり 練習ってできないんですよで、バッティングプッシャー行くで、そこでカーンカーンと打って勝ったことによってバッティングプッシャーを俺投げてよかったなってなるんですね、はい、それがチームワークやと思うんです、はい、僕は常に補欠のために勝てとこういう言い方しますやっぱりこうチーム力がこううまくいくっていうのはそういうことじゃないかなと思うんですよね自分のためとか親のためとか学校のためとそんなの関係ないっつってはい。はい やっぱり同僚のためですよね。やって勝つっていうのはそういうのがまた大事かなと思うんですよね。だからそういう面でこう。岡山の県民の皆さんもこう見てほしいなと思うんですよ。はい、野球ってやっぱいいですよ。はい、はい。最高やと思います。はい、また、名刺を高島さんが全国に名刺を作ってらっしゃるなって、最近そのように思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。 以上知事と語るをお送りしましたそれでは今週のプレゼントですプレミア和歌山に認定されている渚ビール、ペールエール、アメリカンウイートインディアペールエールのセットを3人にプレゼントしますではプレゼントクイズです知事と語るのテーマは1番野球王国2番果樹王国 どちらでしょうか。ご希望の方はハガキまたは木ノ国21のホームページからご応募ください。ハガキの宛先は郵便番号640の8533テレビ和歌山木ノ国21係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。パソコン、携帯電話。 どちらからでもご応募いただけます応募の際はクイズの答え、お名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください締め切りはどちらの場合も7月3日水曜日、7月3日水曜日筆着ですプレゼントの応募の際も番組へのご意見やご感想など一言メッセージをお願いします 続いて先週放送のプレゼントの当選者ですクイズの答えは1番の民生委員でした当選されたのはご覧の方々ですおめでとうございます木の国21来週は犯罪被害者の権利保護や支援についての取り組みそれから優れた環境保全活動に贈られる和歌山環境省を紹介します 来週もぜひご覧くださいそれでは今日はこのあたりで失礼いたします